はい、皆さんいろいろと寄り道をしてしまったんですけれども、こちらに戻ってきました。ハイリア大橋ですね。今回はこの道を通って、このマップを全然ね行ってないんで、解放しただけでちょっといろいろと探索をしていきたいと思います。まあ基本的には何か見つかったら動画にするスタイルで、カット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 って感じで行きたいと思います。行ってきます。なんだあの、なんか変なのある。え、あっちにもあるな。え、コログ関連これって。まああそこなんでカットと言いつつすぐ喋り始めたんですけども、え、なにこれ、切れないな、燃やせない。なんか何これ、何これ、え、あ、え、分からんからもう一個の方に来てみたんですけど、こっちにもさ穴の中に岩っていう同じスタイル、あっちとこっちって対みたいなこと、別々？あ、なんかちょっと遊んでたらコログ見つけた。え、じゃああれ別なんだ。対になってるっぽかったのに別だ。いや新作来たな、新作コログ。オッケー、ほい。フィローネ樹海入り口だって。こっからさ、それこそゾナウ遺跡、ブレワイからあったゾナウ遺跡の石群みたいのがさ、なんか地上にもあるかな、珍しい場所。あ、人がいる。トンミの姉子は、はあ、ゾナウ調査隊だ。はあ、やっぱりトレジャーハンターのままでいた方が良かったかな。俺がゾナウ調査隊に潜入したのは姉子のアイディアなんす。超潜入なんだ。手分けしてお宝探そうって街道を東の方へ行っちゃったけど、弱音なんて吐いてちゃダメですね。俺頑張るっす。なんだよ、重要な情報くれる人かと思ったら特段なしかい。東の方に行った。東。ああ、だから道をどんどん行ったらいいのかな、普通に。で下に行ったら馬神様の方に行けるのか。まあちょっと今回勇気の泉には行きたいなと思ってるから、そのまま東に行っちゃおうかな。ただ木がいっぱいありすぎてさ、探索しがいがあるんだよな。なんかどっかにコログいるんじゃないかとかさ、木に隠れて何かがあるんじゃないかみたいな。いやー時間泥棒ですねここの一帯は。おお、人が前から歩いてきただけか。いやここ本当にさ遺跡って感じの、本当に情緒あふれる場所ですよ。俺が自作した鼻歌ホタルの乱舞を盗み聞きされちまったか。全然聞いてなかった。遺跡見てて何にも聞いてなかったわ。俺はゲイラック、気ままな旅を愛する自由人だった男だ。樹海で迷った挙句に空腹でぶっ倒れちまったな。ようやく気づいて目を開けるとそこはあの世だったんだ。何言ってんだこいつは。あれここ驚くとこなんだけどな。だって今ここにいるじゃないか君は。まあまあそんぐらい錯覚するほど静か蛍の乱舞が美しかったんだ。なるほど、そこに繋がるわけか。うん、蛍に囚われちまって蛍欲しいってこと、蛍を売ってるってことか。売り物にすな、あばよ。あ、ほら穴か、行くか。あれ遺跡っぽい。へぇ、樹海フィンラスの遺跡グッズ。いやここら辺、ここが特になのかもしれんけど、ここら辺にある洞窟は遺跡系なのかもね。で宝箱があって迷いもいるよね。
なんか開くけど、止まったら閉まる。まあ大体こういうのはロケットを使ってめっちゃ回すか風車か、どっちでもいいか。オッケー、変な付け方しちゃったけどオッケー。宝箱、道が続いているわけでもないか。ゾナエネルギー、でも道がないと困るよ。私上行ってみっか。迷いを探すという使命がある。あ、いた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 、オッケー。いや、ワクワクするなこれなんか遺跡があるっていうだけで、なんか道沿いにとかところどころいろんなところに遺跡があるってだけでワクワクしてしまうな。秘密基地作りたがる男子みたいな気持ち多分わかんないけど、なんかそんな気持ちだと思うこれは。あ、敵かよ、最悪だよお前。いやだってなんかこことか何もないけどいい感じやないこれテーマパークとかにありそうな雰囲気なんよな多分。うわ、なんかこれも倒れてない。迷いが、迷いじゃないや、ミファーちゃんじゃなくなんだっけ。あ、やっぱり発見、樹海スグラントの遺跡靴。やっぱここはそういう系。うおーうお、なんかかっこいい。え、かっこよくない？あ、これどういうこと？なんかトロッコ的な乗り物に乗りそうなレールあるけど。うわ、三重になってる。これを止めたらいいのかな。いや、光線を止めたからといって何も起きないな。あれ、穴がある。あれ、扉開けて行かないで行けちゃう感じですか、もしかしてたんですけど迷いこれちゃったよ。違うじゃん、なんかダンダンダンって言って扉がドンドンドンって開くのをワクワクして待ってたのに来られちゃったよいや綺麗、ホタルの光。お、静か、ホタル、くそ。いや確かにここすごい綺麗だよね。あ、なんかブレワイン時もそうだったか。いや、これは幻想的すぎて、確かに、あの世だったんだよって言いたくなる気持ちも、わからんでもないが。綺麗。あ、ここら辺を上に行けば、いいね、穴もあるけど。まあ、見つけたら行くか。いや、めっちゃ綺麗じゃない？これやばいよ。綺麗すぎる。夜に来てよかった。あえて昼間にしちゃうこと多いけど。あ、ゾナオ遺跡群来ました。そうですよね。まあ、特にここのことをゾナオ遺跡群っていうのか。あ、まあ、ここだけか。わからんけど。すごい。あるよ、でかい顔。あ、蛇みたいな。あ、竜か。竜なのかな？蛇みたいな長いやつが。はぁ勘弁してくれよなぁ。まあ確かに一番怪しくない、正直。ねえ。一番バナナありそう。けどさ、こんなにポツンってないのよ、普通。ケン様が拾い食いか。あ、イーガーダンの格好になればよかった。くっそ、ミスった。こんな簡単な罠に引っかかるとは。今日がお前の命日だ。イーガーダンの格好してみたらよかった。畜生、ミスったに2人出てきた。マジ2人出てくることあるんだ。あたた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 はい。じゃあさっき見つけてしまった穴を。
発見、フロリア川上流の遺跡グッズ。あ、出た、この電気。あともうちょっとなんだよね。いや、どうかな。こうして高さを出してみる。お、いいじゃん、冴えてます。はい、あ、続いてる。トパーズーで迷いと。おお、なんか参道みたいになってるよ。うーいやーだー、今雷なの、晴れたいな。あー、いい、ナイス、オープンね。これは離れといて賢者たちにやってもらうのが正解だな。ほら、すごいちゃんと歩道されててさ。おい、おいおいおい、賢者頑張れー。そうよ、はい、ナイス。これ行ったらいけるかな。なんか前さ、これ結構こう崖に囲まれてるから上から入っちゃったような記憶もあるんだよな、ブレワイの時は。だから、おーしと思ったけど、天気が悪すぎてあんまり綺麗に見えないから、もうちょっとだけ待とうかな。あー、でもそうか、ブレワイの時も敵結構いたよな、この前とかさ。やだねー、いやよー。あ、そういえばさ、染めれるのかなと思って行ってみたんだけど、このこの絵とダーク系のシリーズはね、染められなかった。さすがに王国から支給された服はね、簡単に染めちゃいけませんよって話でした。まああとダークリンクもね、ダークなのに他の色だったらおかしいもんな。はい、失礼します、僕は仲間です。でもチュチュに気づかれたらダメか。チュチュに気づかれてやばいのか。わっ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 、お前危ないぞ、お前危ないぞ、お前危ないぞ。それ、あー、死んでしまう、仲間が死んでしまう。いや、僕のせいじゃないじゃん、どうなってんのよ頭。ちょっと私のせいじゃないって。雷じゃん、何もやってないよ。なんで敵認識するんだよ。お、ちょっと晴れてきた。うん、このまま歩いていきます。いやー、いいよ遺跡、この雰囲気マジで好き。何度も言うけど、あ、清掃に戻しましょう。晴れた。うわー、ゴーレムが守ってるんだ今回は。うわー、そうなったら敵に擬態するっつうのもな、できないもんな。バレたか、晴れてるうちに来たいんで私はよ。バレて、バレて、あぶね、あ、痛い、なんか衝撃波食らった、最悪。あー、痛い、歯が垂れ、うわー、あー、もう最悪、最悪。晴れてるうちに着きたい。あー、なんかいい感じになってきたよ、どんどん。パッと見、うん、戻ってるか、戻ってる。うわ、この、もう道に迷ったせいで若干曇りに入りかけてきちゃったのが嫌だけど、あれ、どっちに行くのが正解なんだ、あれ、こっち。あー、敵いっぱいだー、敵じゃございやせんよー。通りまーす、川沿い通りまーす。お、なんかすごい頭の角つけた銅像を見つけた。この雰囲気よ、何度も言うけど良い。あー、暗くなってきちゃったよ。やっぱり熱帯雨林的な感じで。あ、来た、雨が多いんだろうな。あ、たた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 た、なんか3つの泉の中で一番ほこらっていう、
建て祀られてますって感じの建物あるよな、ここやっぱり。まあ他はさ壊れちゃっただけなんだろうけど、ちゃんとそれぞれ建物あっただろうけどさ、ちゃんと、まあ、ゾナウだからひときわでかいというか残ってる遺跡が、うんって感じがする。さあ来ましたよ。やっぱここら辺はプレワイの時よりは敵がいないな。勇気の泉、爪って取ったんだよな。そう取ってあるはずなので、これをやったら許されざることが起きてしまってるところも救出できるのでは。母なる女神像を元に戻すために私にも力を貸してくれませんか。イカズチを放ち天を舞う黄金の精霊フロドラを探し。黄金の精霊ってかっこいいねなんかだって3種類の中でもさ一番すごそうに聞こえない、黄金。フロドラの爪あると思うよ、任せて。どうかどうか、これやびっくりじゃないかと思った。はい、3体目ですよ。ありがとう剣士よ、我が力を母なる女神像に送ることができました。敬虔なるそなたに一粒の恵みを授けましょう。あ、やっぱりか。この前もだって力ではルビーだったもんな。だからトパーズだよな。そなたの助力のおかげで我らは力を送り母なる女神像を蘇らせることができました。来たぞ来たぞ。深き谷に酔す母なる女神像を訪ねてみてください。やったぜやったぜ。ここって、あ、母なる女神像ミニチャレンジ更新か。祠に変更しないとだった。感知してる上か。あ、上にありました。じゃああれを解放してちょっと母なる女神像に飛んでみようかな。気になるもんね、さすがに。なんかちょっと寒そう。ジウコウメの祠。じゃあ一旦ここは解放して、いやまあ正直まださ探索しきれてないというかね、ゾナウ遺跡だからもっと見たいとこあるんだけど、一回ちょっと女神様を見に行こうかな。あコログだった。ほい、さあ、あ立ってる。え、あでかっ。最初さ手までのところしか見えなかったから、あんな丸っこかったっけと思って丸、あんな丸い形だったっけみたいな、ここから見る景色ね。めちゃくちゃでかいわ、やっぱ母なる女神像。うわー、何この光、めちゃくちゃ神々しいんですけど。うわー、え、なんかお礼とかくれる感じですか母なる女神像さん、なんか祈る祈るがある。じゃあ祈ってみましょう。もう全然顔見えないな、こっから祈ったら。頑張って、どうやって起きたんでしょうか、念で起きられるんでしょうか。やっぱね、物理とかそういうので説明できないものがこの世にはあるんですね。やっぱり祈りを捧げる敬虔なる剣士よ、知恵力、勇気の泉の女神像に力を貸してくれたこと深く感謝します。そなたの知恵力勇気をたたえ剣を授けます。え？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 剣？剣をもう一振り持てるように荷物を整理してからまた訪れてください。え？女神、え？マスターソードくれるとかないよね。え、ちょっと待って、どうしよう、これ捨てるか。そう、こっからマスターソードもらえるとかあることないよな。さ、いや違う違う、拾うな拾うな。え、だったら、だったらさすがにこの服にしますか。
何くれんの、壊れない、壊れえもしマスターソードじゃなかったとしてもすごく強い、壊れるない、なんだろう、復活できるような武器なのかな。何これ、あー、そういうこと、天空の城、はやば、城馬剣、白馬、わかんないわかんない読み方けど、これあれだ、スカイウォードソードの、スカイウォードソードって時系列で言うと一番最初で、マスターソードができるまでみたいなお話だったりするんですけど、その前だから、マスターソードになる前の剣として女神の剣っていうのがあるんだけど、それじゃない、それだよね。空から現れた勇者が手にしたと言われる剣、まっすぐに伸びた美しい白い歯が特徴的、構えると不思議と対空の大空の風を感じる。まあ、空から現れただから、ティアキンも空から降ってきてはいるけど、スカイウォードソードの勇者ってことだよね。まあ、要するにファイちゃんっていうマスターソードの妖精がいるんだけども、お行きなさい、この世界に安寧を。まあ、それが宿る剣というか、もともとね。やっぱってことは、やっぱこれ、この女神様ってそういうこと？わからんけど、なんか、スカイウォードソードのスカイロフトっていうところにリンクたちは住んでたんだけど、ゼルダちゃんも。そこにでっかい女神像があったんだよね。で、それが、ネタバレかもしれないんですけど空から降りてきて大地でじゃあ暮らしていこう今後みたいな終わり方をするんですけど、その時の女神様がやっぱりこの女神様ってことなのかな。でこの裏に賢者の、あれちょっと待って、いけるんだよね。ああそうだよね、入り口はあって、なんか賢者が集まりそうな場所があると。まああんまり細かく考えない方がいいからね。ティアキンはなんかちょっとパラレルワールド感あるから、普通の時系列と考えると、だからまあ細かいね位置関係とか考えるとあれなんだけれども、まあそういうことなのかも。ちょっと待って、じゃあちょっと待って、女神の剣はでも壊れるかな、マスターソードはさ壊れても一応ね、その復活時間みたいなの待てば元に戻って使えるだったけど、ちなみにこれもあれ出ないのかな、ちょっと今体力がフルじゃないから、ちょっと待って食べよう、なんか、あ出ないか、さすがにね。光線出るかなと思ったけど出ないか。これもスクラビルドできちゃうのか、嫌だわーけど嫌なんだよな、なんかこういうのはさ見た目変えたくないよ。マスターソードはさすがにまだ手に入れてないけどさ、スクラビルドできないよね、嫌なんだけどできたらそれは手に入れてないもんな、うわおいね。まあちょっと色は違うけど、装備してこれでやってみるか。全然違うけどね。スカイウォードソード短パンじゃなかったと思うから。あれ？右側にカバンナさん発見した。全然さっき気づかなかったのにいた？さっき。あとあそこはなんだ？ああ。ヒナガバンさんが捕まってるところか。ここ支えるの岩か。よし。ちょっと微妙かも。でも下にちゃんと落ち着けてんじゃん。どうした？すごいじゃん。ちゃんと板つけてんじゃん。なんでこれで倒れるんだい？まあ、つける向きが逆だな。なんで板こっち向きでつけなかったんだろうな。惜しかったね。ちょっと学習してるみたいだったんだけど、カバンダさん。ありがとう。はい。あ、もう一個、洞窟を見つけました。ここ。発見。
樹海サージョンの洞窟。なんかもうさ、こういう一個一個樹海なんとか、樹海ダムゼルのとかさ、全部にありそうだな。あ、ここは服がありそうです。皆さん、あれがあるもの、これ何かなあ、これ系じゃない？雷鳴の服みたいな。どうしようこれ。あ、泳いでっていいのか。なんない。あー、いつかい。怖いんだよ声が。はい、僕も仲間でーす。まだいる。ホラブリンしかいなければ問題ないからな。気づかれることはない。大丈夫大丈夫、みんなホラブリン。広いなあここ。うわ怖いなあ、もう声。あ、これあ、木か。ここの木はこういう丸太になるんだすごい続いてる川が。すごいね。まあでもここら辺水辺ね、水が多いかな。ホラー穴の中もこんな感じなんだ、すげえ。めちゃくちゃ続いてるよ。どんだけどんだけー。バレたか、バレたか。通り抜けちゃえ。ここ行けるか。行けない。やばい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 。あ、抜けた抜けた。視線誘導の末抜けました。で、なんか滝になってる。あ、迷いはいる。うおー、だん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 になってる。だんだん、おー、おー、落ちちゃった落ちちゃった。怖い。おー、服のとこには来られました。よし、あー死ぬー、危ねー。じゃあまずはもらいましょう。で、滝を登って迷いを打つか。さあ、なんでしょう。あー、まあそりゃそうか、雷鳴というか、そうだよねかっこいい系を期待してたけど、確かに雷ってなんかあっちもナマズ系もあったよなって思ったらそっちでしたね天気が雷の時に攻撃が強くなるとかっていうのもありそうだけどね。これもな、口しか出てないんだけど古代の技術で作られた帯電性能を持つ帽子、現代では失われたゴムという電気を通しにくい特殊な素材で作られているらしい。現代では失われてるんだ、ゴムって。あ、で、そうか、体はあったわ。体はあって、あと足だけだ。